こんにちは、ようくん松村チャンネルです。本日は富山県の中心駅、富山駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。さあ、やってまいりました富山駅。東京駅から最速で2時間ちょいで来れます。北陸新幹線は大変便利です。駅舎も非常に綺麗で立派。では正面の改札口を出て、まず簡単に駅構内の様子を見ていきます。はい、こちら改札前の広場、非常に開放感がある作り。さすが新幹線の駅です。で、映像の奥、そう、路面電車のプラットホームがあります。今は富山ライトレールという呼び方みたいです。で、ここで注目、なんと富山駅の時刻表はこちら。すごいです。まるで大都市の鉄道並みに密な時刻表。後にこちらは市街地散策の際乗車していきます。あと、路面電車のホームとは反対側の駅構内と直結している建物には富山マルシェという施設、お土産やグルメが充実してます。そして左側にも飲食店が充実してます。さすが北陸、海産グルメはね、絶品ですよね。駅のお弁当屋にも富山の有名なグルメ、マスの寿司が売られてます。いやー、うまそうですね。で、とりあえず富山マルシェ内でこちら富山ブラック、味が濃いのでご飯も進む進む。そして富山マルシェ内で昆布の巻きかまぼこを購入。富山は昆布でも有名です。その背景は動画の途中にお伝えします。あとは白エビね、こちらも有名ですよね。それでは前置きが少し長くなりましたが、まずは繁華街方面、富山駅南口の様子を見ていきます。さあ、富山駅南口の様子、本日は雨でしたがしっかり散策するのでぜひよろしくお願いします。正面の建物はマルートという複合商業施設、ホテルもね、おそらくくっついてるかと思います。視点を変えて反対側、こちらはマリエ富山という複合商業施設で、駅には先ほど紹介した富山マルシェ、駅の外観も大変立派です。で、こちらは駅南口からまっすぐ伸びるライトレールの路線、奥には高層階の建物。南口ロータリーから出た右側の様子はこんな感じ。こちらも高層階の建物が多く建ってます。富山駅からまっすぐ伸びる城址大通りの様子はこんな感じ。ここをまっすぐ進むと市役所、繁華街方面に行けます。ライトレールは城址大通りから、外れて少しだけ回り道をしながら繁華街方面を結んでます。どうでしょう、富山結構都会ですよね。それではいよいよ路面電車に乗って繁華街方面まで向かっていきます。富山市は人口約41万人の都市、結構な人口数です。金沢は確かね、約46万人なので、すごい差があるわけではないですね。さすが北陸屈指の都会です。ちなみに隣県の新潟県の県庁所在地、新潟市とは 252.5 キロ離れてる。これはね、陸続きの隣県同士の県庁所在地間の間では日本最長みたいです。そして今富山城が見えてきました。ちょうど富山県庁を過ぎてすぐのところです。加賀前田家の分家であった越中前田家の居城でも有名です。そして城を眺められる国際会議場前駅を過ぎて、しばらくまっすぐ進みますと、ここでカーブします。この辺りで駅前から伸びる城址大通りと交差して、いよいよ富山の繁華街エリアに到着します。はい、グランドプラザ前駅に到着。この辺りが商業エリア、そして見どころが結構詰まったエリアの印象を受けました。それでは見ていきましょう。グランドプラザ前駅にはこちら大和百貨店が建ってます。なかなかの規模です。エントランスもね、ガラス張りの吹き抜けでめっちゃおしゃれです。で、その奥に、こんな感じのアーケード街があります。この日は平日、しかもね、雨だったのでそこまで人は多くありませんでしたが、商店街はね、割と元気な印象を受けました。いろいろアパレルショップもあれば、スイーツのお店はこちらかな。あとチェーン店のカフェとかもあって、こんな感じ。そして商店街でね、結構ここはすごいなと思ったところがありまして、カメラを回してこちらベースという施設です。エントランスの吹き抜け具合もさっきの百貨店みたいにおしゃれな作りをしてます。飲食店とか食品売り場コーナーがあって、中の様子はこんな感じ。なかなかね、スタイリッシュです。奥にある食品コーナーには北陸の有名なホタルイカも売られてました。ちょうど商店街を抜けたところにベースの施設が見えます。で、カメラを回して、今回はね、時間の関係で行けませんでしたが、奥には桜木町エリアがあります。
横浜ではありません。そのあたりがね、あの富山の歓楽街になってるみたいです。さあグランドプラザ前駅に戻ってきました。でからちょっと進んだ方向、ちょうど先ほどの百貨店が斜め後ろ方向にあるイメージです。こちら正面にはなんだこのすごい建物はとね、思われた方もいらっしゃるかと思いますが、そうこちら富山では絶対に訪れたい場所、富山ガラス美術館の建物です。テナント表を見ると、図書館とかね、他に銀行も入ってますが、中の様子はこんな感じ。いやー美しすぎますね。富山はガラスで実は有名です。富山は薬が古くからの産業でも有名ですが、ガラスの、薬瓶の製造が盛んに行われ、全国のトップシェアを誇ったみたいです。その名残からね、来てるみたいです。そう、こちらの映像は富山駅構内ですが、こんな感じでガラスの街を PR するものが床に設置されてました。富山に来た時はね、ここをよーく覗き込んでみるといいかもしれません。また先ほど話した富山は梅薬の歴史で有名な街。ガラス美術館からすぐ近くには有名な漢方薬のお店、池田屋安兵衛商店があります。結構気軽に入りやすかったんで、ぜひ富山に来た時は立ち寄ってみてはどうでしょうか。富山が古くから薬の町で有名なのは、駅前にある富山の薬売りの銅像からもよくわかります。何でも江戸城で腹痛者を驚異的に治したという江戸城腹痛事件により、一気に富山の薬は有名になったとか。これから駅に戻りますが、天気が悪くて富山市役所展望台からの立山連峰がちょっとね残念でした。しかし別日に来た、富山の立山連峰の映像があります。新幹線から富山駅に到着するちょっと前の車窓、まあねこんな感じでちょっと勘弁してください。それでは富山駅に戻りまして、今度は北口方面の様子を見ていきます。これがまた大変素晴らしかったので、ぜひ最後までお楽しみに。さあ富山駅北口の周辺を今度は見ていきます。南口周辺の街もね大変素晴らしかったですが、こちらも負けずに素晴らしいエリアがあります。もちろん南口周辺から比べると街の栄え方はやや落ち着きますが、そういう問題ではなくね、素晴らしい見どころがあるので、ぜひ最後までよろしくお願いします。現在富山駅北口は駅前広場を整備中。これからさらに美しくなるエリア、まあね十分整ってますが、今後がさらに楽しみです。でこちら今正面に見えている高い建物、アーバンプレイスというビルです。結構ね高層階の立派なビルです。ちょっと近くまで行ってみましょう。アーバンプレイスは富山のコミュニティホールで、商業施設もいくつか入っているとの情報。なかなか都会的な建物です。で展望エレベーターと、店舗入り口と書かれてます。ちょっと行ってみましょう。はい、最上階は日本料理店田原屋さん、他和食懐石料理のお店がありました。どちらも富山の景色を楽しめるみたいです。はい、1階に戻ってきましたが、吹き抜けのおしゃれな作り、お食事をする候補にねぜひ参考にするべき場所かなと思います。特にね案件とかではありません。ではさらに駅から北方面の、通りをまっすぐ進んで歩いていきます。で奥に何やら高層階のビルが見えます。あちらタワー111というビルで、高さがね111メートルあるとの情報です。もうね東京都心にあるビルの規模ですよね。地方都市でこのレベルはなかなかすごいです。正面の建物は北日本放送。この動画が良かったらねぜひ使っていただきたいと願うばかりです。それではさらにまっすぐ歩き、こちらのビルボルファート富山のところが見えてきたら、今度はこちらを斜め左方向へ曲がります。ここを左ですね。そうしますと、おー綺麗に整った道があります。そうここをまっすぐ行くと、富山に来たら必ず訪れるべき場所があります。ちなみに正面の建物、こちら富山自由館といいまして、ホテル、レストラン、オフィスホールとあの有名なゴールドジムが入っている建物です。奥の建物は公共施設かと思われます。でその向かい側には富山市総合体育館、めちゃめちゃでかいですね。富山駅北口からいろんな建物を見てきましたけど、めっちゃ洗練されてますよね。でねその通りの奥、こちらが必ず訪れなくてはいけない場所、富岸運河環水公園。ちょっとね発音しにくいですよね。さあその公園の風景ですけど、どうでしょう、めちゃめちゃ美しくないですか。水が風でなびいてる、そんな様子もね非常に味わい深いです。で
注目、奥にある小さな建物、そうこちらスタバなんですよ。スタバなんてねどこでもあるじゃんと思った方、いやいやそれは全然違います。ここはスタバの中でも世界一美しいスタバで有名な場所です。その景色はもう少し公園の中を見てから映像に移します。公園内には天文橋という美しい橋、ここから見る公園の景色も非常に素晴らしいものかと思います。でカメラを回してこちらの映像の右手側、湖のほとり、正面は船乗り場があります。船乗り場から後に行く岩瀬という地区まで運行があるとか、正面のガラス張りの小さな建物、あちらは結婚式場と、フランス料理店、奥の建物は富山美術館です。フランス料理店、湖を眺めながらとか、素晴らしいですよね。富山美術館の建物も大変素晴らしいです。この公園周辺は観光スポットが充実している、そんな印象を受けます。ちなみに公園の地図ですが、今回岩瀬地区への船の運行は運休だったために路面電車で後に向かいます。岩瀬地区もね大変素晴らしいエリアです。しかしねこう見ると公園は結構奥行きが広いことがよくわかります。ではここで公園内の夜の景色を映しましたのでお楽しみに。はい、こちらが富岩運河環水公園、夜の夜景です。日中に来た時の湖の様子、全然雰囲気が違いますよね。ライトアップがとても美しいです。で気になるあのスタバの様子ですが、テラス席からはこんな感じの景色が楽しめます。これが世界一美しいスタバですね。実際もっと鮮明にライトアップ、そして雰囲気を楽しめることができるので訪れてみてはいかがでしょうか。だいたい自分は水辺とライトアップがあればね横浜と表現したくなる、そのような思いです。それでは日中の様子、富山駅から岩瀬地区へと今度は向かっていきます。はい、富山駅よりこちら岩瀬浜行きの電車に乗ります。岩瀬地区は江戸時代のレトロな雰囲気が残る町、また富山の一部文化が生まれた地区でもあります。しばらくカメラワーク休んでたら路面電車から通常路線へ、ね、この境目をね本当は取るべきでした。皆さんもその境目あたりがね乗ってみて確認したらいいかもしれません。元は富山高専、国鉄、そして JR 西日本の管轄でしたが、2006年に廃止され第三セクターの会社の富山ライトレールに移管されたとのことです。だんだんとローカルな景色が広がってきてます。それでは目的の駅で途中下車します。はい、競輪場前、富山に詳しい方ならんと思った方いらっしゃると思います。そう、降りる駅を間違えました。まあここからもね十分岩瀬地区までは徒歩圏内ですが、こちらの地図、手前の東岩瀬で降りる方がいいかと思います。運河をよく見たく、しっかり観光したいって方は終点岩瀬浜まで行くことをお勧めします。江戸の雰囲気が残る岩瀬の街はこのオレンジの線で描かれたところがメインとなります。さあ、その江戸の雰囲気が残る街並みがこちら、雪が降るとさらに味が出ること間違いなし。岩瀬地区は江戸時代後期から明治にかけて北前船で栄えて、今もその街並みを残しているとのことです。北前船はすごい儲かったみたいですよ。途中寄った港で安いと思う商品があれば買い、それが高く売れる港では積み荷を売りさばきながら大阪と北海道の間を航海してたみたいです。また富山昆布巻きかまぼこなので昆布がね大変有名ですが、これは昔北前船で北海道から昆布を仕入れたことに関係してるみたいです。皆さんの中に北前船の歴史について詳しく知ってる方がいたらコメント欄でぜひ教えてもらえると嬉しいです。補足で、江戸後期には有力海鮮問屋が中心となったみたいで、例えば森家、こちらの建物かと思います。あと馬場家、中はね見学できるみたいなので当時の裕福な家を覗いてみてはいかがでしょうか。あとほんとこの通りはお店が充実してました。もっとね早い時間に来るべきでしたね。ひとまず空いてたこちらのお店で、酒屋さんですね。地酒もあれば他たくさんのお酒がありました。すごいですよね。ワインも充実してますってことで、ひとまず地酒とホタルイカ干しを購入、大変美味しかったです。岩瀬の町から少し外れたところには富山港展望台があります。残念ながらね時間の関係で閉まってました。ほんとねこんな動画を作りながら計画性がなくて申し訳ないです。あとは実際訪れて見てくださいってことで締めさせてもらいます。映像は富山駅に戻ってきた時の様子です。
はい、以上富山駅周辺の散策でやってきました。ざっくりですが、もっと見どころについて詳しい方、コメントお待ちしてます。今後も全国を回っていきますんで、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。